パパさん、家が火災に遭われたとき、霊が原因だったのですか？東京は東京区集がありましたが、霊はたくさんいますか？もちろん東京にはたくさんのお化けさんいらっしゃいます。僕の家が火事になったのはね、もちろん霊が原因とは言えないですけどもね、原因不明の出火だったんですけれども、ちょっとね、家がね、亡くなった人が多すぎてね、その家ではね、もう僕が知ってる限りでもね、僕が知ってる限りでも10人以上、12人ぐらいの方が亡くなってるのでね、普通の、まあ、アパートでしたけど、家としては抱えきれるだけの、ものではなくなっていたのかもしれないなって、実際に思いますね。東京大空襲があったので、東京はもちろんお化けさんの宝庫ですよ。ものすごい数います。はい。虎ノ門付近に、通っていますが、虎ノ門付近はやばいですかね。いや、虎ノ門付近はそんなに、なんだろう。よどんでないですよ。新橋がやばいですね。新橋はやばいです。新橋は本当に、やばいですね。虎ノ門は一応霊道に入ってますけどね。でもね、それほど、よどんだものはないですね。大井町は NG でも大森付近は OK。高台で金持ち。まあ、山王のあたりはね、ただあそこ消防車が走んないからさ、消防車走れるような道じゃないからさ、山王のあたりは本当に怖いよね。町中焼けちゃうんじゃないかと思ってさ、大井町とかはやばいです。大井町はやばいです。大井町はやばいです。遺体を山積みにしてね、櫓でね、焼いたような場所っていうのがたくさんあってね、そこに平然とマンションが建ってたりするところが大井町には結構あるもんですからね。そこからね、鈴ヶ森の霊、形状までね、繋がっていたりなんかするのでね、もう大井町のあたりっていうのは本当にあまり良くないですね。大井町友達たくさんいます。いや、僕も大井町にはたくさん友達いますよ、もちろん。でもね、率直に言って、良くないですね。まあ、旧赤線地帯、青線地帯ですからね、大井町っていうのはね。そう考えるとね、まあまあ、さまざまな念が押し込まれているところですからね。良いはずはないですよね。五稜郭、地元では心霊スポットです。まあ、五稜郭もちろんそうでしょうね。無念の塊ですもんね。五稜郭でも行ってみたいですよね。歴史的なところって行ってみたいですね。心霊スポットとかそういうことではなくてね。やっぱ行ってみたいですね、五稜郭ね。で17年字余り僕も永遠の30歳ですからね、ママと知り合った年ぐらいに戻りたいな、もう一回ママと知り合った年から早友が生まれて、今までを繰り返したいな、できることならね幸せでしたね、僕はね、ママと知り合ってから人生を真っ二つに割ってね、ママと知り合う前の30年と、ママと知り合ってからの、30年を真っ二つに割ったとしたらね、どっちも楽しかったなっていうふうに思いますけどね、ママと知り合ってから幸せだったな、やっぱりな。これからも幸せに過ごしますけどね。神社に参拝に行った夜に夢を見ました。大蛇が左腕から体内に入る夢でした。何かメッセージだと思うのですが。蛇の夢って何なのでしょうか。蛇の夢悪くないと思いますよ。昔から蛇の夢は悪くないって言いますよ。まあね、景色、眺めとしてはあまり気持ちのいいものではないかもしれないですけどもね、蛇は生まれ変わりの象徴であってね、神の使いであるっていうようにね、昔から言われてますのでね、僕は蛇の夢は悪いっていうふうには思ってないですね。
パパ友さん、質問というか疑問ですが、毎回ではないのですが、ごく稀に自分自身が、意識失った後なのか、呼吸器に、つながっている自分自身の姿を天井側から見ることがあります。何か理由があったりしますか？まあ、幽体離脱しているような状態でもってご自分の姿を見られてるのかもしれないんですけど、見られてる姿が良くないね。コロナに気をつけてくださいっていうようなご先祖様側からの発信でね、かもしれないので、十分にお気をつけになってくださいっていうことですね。これはこれに尽きると思いますよ。コロナはやばいですね。仕事が続かなくなってしまう。コロナ前からコロナを予測したのですかね。何年も前からなので。まあそういうことだと思いますよ。何年も前から同じ夢を見られるのであればね。お気をつけになった方がいいと思いますよ。Thank you.